皆さんこんにちは。茨城県自然博物館の西本です。桜展紹介、本日は桜と生き物について紹介します。桜と生き物ということで、最初に桜に集まる昆虫類を紹介します。桜には桜の生育に利益となる昆虫や不利益となる昆虫、または桜に集まる昆虫がいます。桜と昆虫の中で今回の展示で特に紹介したいのはこちらのクビアカツヤカミキリです。まずはじめにクビアカツヤカミキリによる被害について紹介します。クビアカツヤカミキリは原産地を中国などとしますが、2011年に最初の侵入個体が日本で確認されました。その後その分布域を広げていますが、このクビアカツヤカミキリが被害として恐れられているのが、桜などの樹皮に産卵し幼虫がその樹木の内部を食害することにあります。食害された桜はその被害が大きい場合枯れてしまいます。日本には多くの桜があるため、その被害が大変心配されています。こちらがクビアカツヤカミキリの特徴になります。実際の昆虫標本になるのですが、こちらがオス、こちらがメスです。オスの方が触角が長いのが特徴です。名前の通り首ではなく、昆虫では本来の胸部、胸の部分が赤いのが特徴です。ただこちらの標本は死んでしまった昆虫なので、本来の赤さが損なわれております。本来の赤さを再現するためにこちらの拡大模型を作成しました。こちらはオスの拡大模型になります。ご覧の通り胸の部分がとても赤いのが特徴です。クビアカツヤカミキリの存在を確認するためには、もちろん樹皮にくっついている成虫を確認することが一つです。またその他にもこちらのフラスという糞と木くずが混ざったものが散乱している場合があります。木の根元にこういったものがある場合はクビアカツヤカミキリの可能性があります。その際にはそのような情報を博物館等までお知らせください。桜と生き物、続いては桜に集まる哺乳類や鳥の仲間を紹介します。こちらのヒヨドリは市街地などでも多く見られます。博物館においても桜の季節になると桜の木の周りを飛んでいます。桜の花にくちばしを入れ花蜜を採食しています。その際に昆虫の時と同様、くちばしに花粉をつけることで花粉を運ぶ役割にもなります。続いて哺乳類の中からツキノワグマについて紹介します。ツキノワグマはいろいろな果実を食べます。こちらは上水桜の枝ですが、上水桜の果実もツキノワグマは食べます。食べられた果実はその中に含まれる種子がツキノワグマの糞とともに出てきます。ツキノワグマに食べられ糞とともに種子が出てきたその後の動きについて紹介します。こちらは実際にツキノワグマが食べ上水桜の種子が入った糞になります。このままでも発芽する可能性はありますが、この後げっ歯類や糞虫によって運ばれることでさらに発芽の可能性は高くなります。桜と生き物、最後は桜と菌類について紹介します。菌が起こす病害菌の一つとして、桜において代表的なものの一つが桜類天狗巣病です。桜類天狗巣病はカビの一種であるタクリナ菌が引き起こしますが、感染すると桜の枝や葉が密集してこのような鳥の巣のような形になります。この菌は風で飛ばされるため、感染した枝を切り落とす必要があります。桜と生き物たちについて紹介しましたが、これらの生き物は単純に利益や不利益で分けられるものではありません。
さまざまな生き物が複雑に絡み合うことで、桜を含めた多くの生き物たちが生きていけることになります。それでは次回は桜と人のコーナーを紹介します。お楽しみに。